手、車検は1番人気です合法なって4レーススタート5番の藤野達也、1番の畠山博之まずは東勢が前の位置固めていくそうです下場の徳永大樹3番手ですが初手は後ろから短期4番の高橋昭一さん、現在は6番手初手は1番後ろからとなるのか1週間目のバックスルートに入ってラインは2手で前後の一取りは決まっています前の位置を抑えた1番の畠山博之 ゆっくり上がって2番の望月よしと望月が前段からの競争ということになるようです今、長い石垣も意欲的にこなしまして勝ち上がり戦では安定しています2番の望月よしと、まあ、今日もその実績どりの実力を見せるか先頭への後ろも収まっていきました後ろが迎え入れた一番の畠山博之後ろへ人が戦闘の番手へ番後の藤野達也はいろんな選択肢だったんですが本戦の3番手を固めています同県6番の北澤克恵がつけて 東日本4人でまとまって前段です3番徳永大樹は後ろ詰め5番手のスタート残り2周半の地点で早くも上昇していきますここから2人人気の同期生との2分戦でどう戦うのか7番永田修介がマークして九州2人が上昇ですここに短期有望な高橋明さんを乗っていきまして残り2周回若羽のホームに入っていきました早々に押さえに行く3番の徳永大樹。 2番の餅月義人が合わせながら踏み上げていってさあ今日も突っ張るか2番餅月義と3番の徳永大輝ここが一旦戻って5番手ジャンマイの2コーナーからバックに入ります2番の餅月義とそして3番の徳永大輝同期生二人の激突さあジャンの3コーナーに入ってきました前で受けています2番の餅月義と3番の徳永は突っ張ってさあ今日も 自分のペースに持ち込めるかどうか。ジャンの4コーナーから最終集会。さらにペースを上げました。今の持つ月吉との先行です。 1>, 1番の畠山博之、5番の藤野達也6番の北澤克洋東日本4人で先行サ番の徳永大輝は立て直して5番手さあ2コーナーから走りまくっていきます先頭2番の六月宏人3番の徳永大輝のまくり鋭く3番手から2番手さあいい表でまくってくる2番手の外を越えてくるサ番の徳永さらに前段トライ切るか直線コース先頭にいました、六月宏人まくり決まってサ番の徳永大輝さらに7番の永田が突っ込んでいきますかどうか3番徳永か振り切ったか 4レースチャレンジレースの準決勝2番望月の突っ張り立て直してまくりました様の徳永待機前段捉らえきって乗った7番永田修理が鋭く迫って最後は九州2人の一着争いどうかわずかに様の徳永振り切ったか3番7番3着はかけた2番の望月義人が踏ん張った体勢です決定まではもう少しお待ちください4レースチャレンジレースの準決勝でした